2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスです。6月13日、岸田首相が会見を行いました。急速に進む少子化に歯止めをかけなくてはならないと強調し、児童手当や育児支援などを取りまとめた子ども未来戦略の具体策や意義を語りました。将来に明るい希望を持てる社会を作らない限り、少子化トレンドを反転することは叶いません。3兆円規模の予算を編成、若い世代の所得を増やすために高等教育の無償化を拡大し、出産費用の負担減など経済支援を行うことや、育休を取りやすい職場を作ること、子どもが独り立ちするまで切れ目ない支援をすることなどを説明しました。また解散総選挙について問われると、情勢をよく見極めたいと考えております。そして現時点ではそれ以上のことについてお答えすることは控えたいと考えます。